ルーン、タケちゃん、それラーン、コンロート、ウキョー、オートトキー、勝負じゃない、タケちゃん、リーチ、シャー、スワー、今日の俺はいける、トップ、今年こそ取るぞ MVP。 だとしたら、ダメだ。よし、オッケー。さてと、今日のトレンドは俺一色に決まるだ。話題持ちきり、エゴさも楽しみ、万々歳。ちょっとガメつく行こう、後悔のないように。うちの動画誌がサムネ作って待ってっかんな。歌いメーカー初戦1位ってな。もう本当に作ってる、本当に作ってた。新規初戦から大暴れで大会破壊するメーカー、あとは背景飾るだけです。できてる。このサムネの作業量を嘘にしちゃいけねえ。本当にできてた。国士じゃないか、シャーチャね。あー、まずちゃんたかな、アクシャーちゃんたで行こうかなと思います。いっそ、ま、染めもある、染めだっていい、ま、全然泣くなぁ。トイトイだっていい、ヤンゾーがにがれ、うん、いいね。ま、チュンカスのに泣いて泣いていた、ただ泣いていた。トイトイでもいい、ま、春なら何でもなくけどな。もうチーソ欲しい、いや欲しい度合いで言うとまあ中ぐらいだけどね。まあまあ欲しいな、まあまあ欲しくてさ。でも渋春、今のタイミングでチーソも切るってことは形がいいってことですかい。急走かなり馬強いと思うんだよな。積もれんじゃね、急走。さあリーチ、発想はいけるし、まあまあ張ったらもうプッシュやけどな。想像ほとんど通るな。赤ちゃんどうぞ、そうだね、通走通った。いい走と EP 悪くない、まあ、結構勝負だなこれは。漫画ある、勝負、ルーン、タケちゃん、それローン、ロロ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 ン。それ当たんのかよ、マジかよって言ってる。コンロートウキョー、オートトキー、ちゃんとじゃなかったわ、コンロートだった。ガハハハ、羽も上がったんだね。ガハハハ。染めじゃないのかな。まあ一旦。むずいなこの手。どうしようかな。ではあるか。ヤンゾー、嬉しい。ドラだ。じゃあもう急走でいっか。役はつかないし三色もない。次ギャンピンっぽいけど。つかない。あ、チーピン嬉しい。ヤンピン落とすか。ヤンピンとパーワンは ?E ピンが2枚出てるし、2ピン出てる。じゃあ逆に馬強を E とする?いやでも、単純に E ピンないのは問題か。パーワンもな、あんま嬉しくないんだよな。それだったらもう E1 とか引いてね、ヘッドレスにしての方がリーチできそうな感じするけどね。パッソ、かなりラグ。チーかポンか。ロタンちゃんが、まあ、タカちゃんならこんな悩まないだから、ロタンちゃんだろうな。まあ、チーかな。パッソチーってことは持ってないんでしょう。パッソ出てきた。嘘。で、パッソのそばを欲しがってるってことだから、もうこうしようか。パッソのそば持ってるんだろうね、多分。で、ギャンゾンとヤマンのくっつき、かなり弱いけど、まあまあ。勝負じゃない?タカちゃん!リーチ!今の俺なら積もれる気がするな。リーチ、積も、ドラドラドラ、裏?一発でもいいな。一発で跳ねまんだ。こんなもんリーチだろうが!でっかく行こうぜ、でっかく。どうせ降りねえし、俺。なんとかリャンツをこぼれねえか。シャー!スワー!今日の俺はいける、積もれんだよね。あー効く、あー締めろぜ、裏乗んねえか、足りねえなこんなんじゃ。
うちの二人がトップ取れるパフォーマンス出してたんだよね。まずい、今日名台詞考える余裕ない。フリーチ、うん、微妙なライン、かなり。1、2、3、4、5筋。お、5筋か。なんもないけど。今日から言っとくか。1、2、3、4、5、6。7筋。なら降りるか。いや、今言いそうで単野を帰り先見るべきだったか。結構もう後ないからな。泣くか。足ごたく。やっぱ泣きます。お、ウーワン壁でローワンシーソー、どっちがやばい？ウーソーが2倍見え。ワンチャンス。ローワン。わっつ。夢追いかけて戦い続けろ。上がれる気がする。なんでだろう。自信があります。借りて？あるな。俺ぐらいの男になると？天敗だ。どうだ、俺は天敗だ。参ったか。ナイスプッシュ。キューピンが頭になるのが一番ハッピーなんだけどな。お、うん、まあ、キューピン切るかどうかのタイミングではあったが。待って、3ピン直引き残すぐらいならいらないな。それじゃあアンパイ1枚持ってる方が偉い。これかなりいいね。イースーワン、スッチーウーピン。貼ってほしいな、これかなりいい手。まあ、次リーチ来たら、オリモシや。貼れ、今貼れ、今貼れ。1、2。来た。ダマです。ちょっと現物だからダマかな。やめっぽいな、だいぶ。3ワンと言いそう。さすがにチープ。このギャンワンのタイミングってリーチの直前だったやつか。モーラス上がりきり逃げきり。いやー、きついな。親に一発上がられても逆転はそうそうないか。一旦チルで。おー、きっと降ります。ありがたい、このリーチは。もうタカちゃん、なんか上がってくれ。レンゾ降りたな。降りたのか。よし、タップ。よーし、今年こそ取るぞ MVP。 トレンドは俺一色に染め上げてやる。昨日聞いた一言出なかった。踊ってただけ。よし、タップ、ナイス。あー、大戦我慢したかやったー、マジで。めっちゃ気持ちよかったなー。こりゃ、監督もニコニコやろね。いや、はや、いいの上がれたねー。ニーナクク見てるか。これが男の背中だ。アトラスの顔面、歌いです。それでは、最後に、ま、この男を呼びましょうか。それでは、第3試合。見事トップを獲得したのはこの男、チームアトラス歌いメーカー、アトラスのビッグフェイスこと初戦一銀河一なだが、歌いメーカーとはこの頃のことだ。いやー、我ながら完了の完璧な打敗だった。完璧だったな。本領党ですか。なかなか見ないよね。俺あれちゃんとやと思ってた。ま、漫画やと思ってたでか。みんな2022でした。2020じゃなかったです。まあ、なんとかなったで。あれ、遠い曲のハイパイ見直したけど、俺この方乗るんやと思って、やっぱ、今日ワクワクするわ。いや、目が離せませんでした、歌いメーカーさんから。いやー、リャンゾー短期のリーチも上がる気がせんかったよな、なんか。あれ、やばかった、安いからね。あれさ、もう、タカちゃんには悪いけど、タカちゃんのリーチでおかげだったら勝てる気がすると思って、いったい。いったー。お前怒られるぞ。いや、ごめん、タカちゃん。本当に勝っちゃうし。でも、新域リーグってプロ不遇な目に遭うデジャブがありますからね。いや、今日さ、松本さんもタカちゃんも楽しんなしなや。やばいよね。やっぱ初戦出すのやっぱまずいよ。
なんかやっぱりあるんだろうね。よくない、よくない、本当によくない。流れがあるのか、うん、まあ、これ言うとそれを打ち破りたくなっちゃうんだろうけど、プロの方々は。そうですね、要は打ち合わせ温存できてよかったですね、監督をね。それでは、終わりましょうか。宇大メガさん見事トップということで、ありがとうございます。じゃあ視聴者の皆さんに一言お願いします。いやー、麻雀っていうのはね、やっぱり実力差があってもこういう奇跡が起こるような素敵なゲームですので、僕はこれからも団員戦で負けたの運のせいにしながら生きていきたいと思います。皆様今日は応援ありがとうございます。ありがとうございました。見事参戦宇大メガさんでした。はい、さよなら。あー、決めよかった。王の帰還、おいおかえり、おめでとう。あー、完璧やったな、これ。いや、3、今回ばかりは何も言うことないんじゃないですか、これ。もうだって2024歌いメーカー、おい、おい、出た。おい、おい、おい、は、はで。なんか、自分で気づいたらしいじゃん。はい、あ、何3曲のことですか？そうなりますね。何3曲？まあ、リャンワンね。リャンワン止めて3ワンにしたやつね。そうでしょう。あ、なるほどなるほど。まあ、うん、4万短期に当たる可能性を考慮して、あそこは3万にして、まあ流局でもええかなって思っただけですけどね、全然ね。うん、まあまあ、だとしたら、うん、ダメだね。ダメか。言い訳はダメか。ヤンワン切って、まああれ、ま、ノーちゃんやったもんな、ノーちゃん。ノーテンにしてもいいんだけど。いや、そう。あん時。5%はね、上がんなきゃダメよ。いや、あれもったいないよな、実際。もったいないよ。あれだって完全に俺、まあ、今回1位だったからまだ良かったけど、これでまくられとったら俺多分発狂してるから、あれ。あ、そうなのよ。普通にね、最後マンツーも OK になっちゃったし。いや、そうなのよ、そうなのよ。まあ2着目からたまたま E1 出てるけど、そうじゃなくてももう 5% のリーボー付き、リーボー2本付き 7% があれば。いや、そう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 。そう、なんならさらにね、5万点6万点のトップもあったし。いや、そうなのよね。だちょっとあそこね、消極的になってた。守りに入ってたわ。そう、うん、まあ、気持ちが正直になるのは点差的には正しいんだが、あのリアルタウンはもうほぼなんか2万回に行くしかない。そうそうそう、馬ぶってた。そうそうそう、もっとがめつく行こうと思いました。まあ、そうそう、少々っぱいならギリ許したかもしれないけど、うんうんうん、1枚切れっていうか、まあそもそも片方には通ってるリアンワンですからね。シグハルに通ってるから、高ちゃん。うん、そうそうそう。追っかけのリアンワン短期なんかもう2万回に1回しかないから。間違いない。そう、あれは切んなきゃだからね。はい、はい、レースでもトップでよかった。本当によかった。いや、いやでもよかった。いや、本当に楽しかった。うん、楽しそうだったね。実際なんか今まで過去一伸び伸び打った気がする。いいスタートダッシュです。えめ、素晴らしかったです、うん、ありがとう。いやー、おもろかった。ありがとう。ではでは、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。素晴らしかった。クッも次はいける、絶対いけます、うん、いけます。頑張る、頑張ろうね。そうだ、視聴者の方々もなんだっけ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも